1> 町長一番一号にある、九州旅客鉄道の駅である。事務官コードは九十二万五百二十七。大分県の県庁所在地である、大分市の代表駅である。当駅を経由する全列車が停車する。日豊本線、久し台本線、豊肥本線の計三路線が乗り入れており、このうち日豊本線を所属線としている。日豊本線は、 起点の小倉駅から東駅までは、肘駅木月駅間、中山香織駅立着駅間を除き、複線化されているが、東駅以南は、終点の鹿児島駅まで全線単線となる。東駅は、東駅以北で運行される特急、ソニックと、東駅以南で運行される特急、日輪の接続駅となっている。また基本久し台本線と、 法比本線の普通列車は当駅で折り返して運転され、日方本線の普通列車も当駅を折り返す便も設定されている。久し台本線は当駅を終点としている。法比本線は当駅を起点としているが、列車運行上では当駅に到着する列車が下り、当駅を発車する列車が上りとして扱われている。当駅は最終列車の発車時刻が 全3路線、4方向ともに、同時刻の23時30分となっている。大分駅開業記念式典、1911年11月1日、大正時代の大分駅。駅前の楠の木のきは1964年に、伐採された大分駅は、鉄道院豊洲州本線が、別府駅から東駅まで延伸したことに伴い1911年に、開業した。 大分市の市政施行からちょうど7ヶ月後のことであった。当初は、豊洲本線の終着駅として開業したが3年後の1914年に、豊洲本線が、埼崎駅まで延伸したことで、中間駅となった。また同日に、同じ国鉄の犬海系弁線が同駅から、中盤連駅まで開通したため同線と、豊洲本線との接続駅ともなった。 1915年10月30日には、大湯鉄道が、大分市駅から小野屋駅までを開業。同時に、犬会軽弁線が中盤電駅まで開通。大湯鉄道は、その後1922年の12月1日に、国有化され、大湯線となり、大分市駅はこの時、大分駅に統合された。これにより、当駅は、国鉄の豊か本線。 犬海線9月2日に犬海京弁線から解消、大湯線の接続駅になった。この間、1918年には、外堀止まりだった路面電車の豊か終電気鉄道線が、だいぶ駅前まで延伸。1972年4月5日の廃線まで、駅前より発着していた。1928年12月2日には多摩、来駅から、 宮地駅までの開通により、熊本駅から大分駅まで、犬海線なども含めて全通し、豊肥本線に改称された。1932年12月6日には、大墨大河原駅から霧島神宮駅までの開通により、小倉駅から大分周りで、鹿児島駅までが、豊洲本線等を含めて全通し、日豊本線とされた。 そして1934年11月15日には、日田駅から天ヶ瀬駅までの開通により、大湯線も含めて、久留米駅から大分駅までが全通したため、久し台線となった。久し台線は1937年6月27日に日、久し台本線に改称され、大分駅は、現在のように、日方本線、豊肥本線、久し台本線の接続駅となった。 第二次世界大戦当時、大分市外は再三にわたり、空襲を受けた。1945年4月21日には、大分駅機関庫が被弾。同年7月16日の大分空襲では、中心部の2358個が消失し、大分駅から海が見えたと伝えられる。戦後は1958年に駅舎を新設している。この駅舎は、 数度にわたる改装を繰り返しながら2012年の高架化まで使用された。駅前には1911年の開業と、ほぼ同時期に2本のクスノキが植えられ、高さ約20メートルにまで成長して、駅の象徴となっていたが、校内の拡張工事に伴い1964年8月7日に伐採された。大分駅北口からホームまでは1956年に、 地下道が完成していたが、ホームと南口の間は、私選挙で接続されていた。そのため、地下道の南口への延長が計画され、1980年10月に、駅を横断する地下道が完成している。ただし、この地下道は、コンコース内にあり、無料で、通り抜けはできなかった。1987年に、国鉄の分割民営化に伴い、 山陽新幹線以外の九州地区の旅客鉄道業務を九州旅客鉄道を継承し同社の駅となった2012年3月17日に高架化が完成し高架駅となった大分駅周辺の白黒空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成大分駅周辺の空中写真国土 交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大道立教撤去工事で通行止めになった、国道210号を立体交差する国道210号線。かつての大分駅は、地上駅で、大分市中心部の市街地は、駅や3本の鉄道路線により、南北が完全に分断され、商業施設や公共機関が北側に集中していた。 この南北地区格差の解消と南側の開発促進を狙い、1996年度から連続立体化事業が行われた。2008年9月のチャレンジ、大分国体までの高架化の完成を目指していた久し、大本線及び、豊肥本線は2008年8月24日に高架化した。その後、日豊本線も高架化が進められ、 2012年3月17日に全面的に高架化が完成した。豊飛本線、久し台本線が先行して高架化した後は、日方本線への直通はできなくなり、久し台本線の別府直通の特急列車については、2008年3月改正から、大分別府間は臨時扱いとして運行を休止していた。また、夕方に豊飛本線から、 日豊本線に直通していた普通列車の乗り入れも休止していた。なお、九州横断特急は、大分川橋梁西側に新設された渡り線により、日豊本線に合流し、大分駅地上ホームから発着することで高架化後も、引き続き別府まで運行していた。日豊本線部分の高架化が完成して、全面高架化が完成した2012年3月17日に、 ダイヤ改正が行われて久し台本線の特急列車の別府直通が復活した。また、高架化により、日報本線が利用できるホームが増えたため、これまで一部が別府駅始発終着であった、日報本線の特急が大分駅始発終着に統一された。2015年3月14日のダイヤ改正では、法比本線。 日差し台本線の普通列車の別府方面への直通も再開した。高架化された区間は、日豊本線 3.65km 及び日差し、台本線 1.92km の計 5.57km で、高架化により、日豊本線10箇所及び日差し台本線3箇所の計13箇所の踏切が除去された。また、日豊本線をまたいでいた春日立立教及び、 大道立教も撤去された。大分駅コンコース、大分駅改札口ミニトレインブンブン号、日方本線、久し台本線、法肥本線を合わせて、島式ホーム4面8線からなる大規模な高架駅である。2012年3月17日に全面高架化が完成し、それに合わせて市民からの工房を踏まえて、駅の北側の出口を、府内中央口。 駅南側の出口を上野の森口とした。降下化前は既存の市街地が駅北側に偏在していて、大多数の利用者は北口のみを利用していたため、北口を指す場合には単に大分駅と呼び、特に南口を指す場合には裏駅や駅裏と呼ぶことが多かった。2012年3月17日の降下化完成に伴い、 高架ホーム下に新駅舎が設けられた。府内中央口と上野の森口とは新駅舎内のコンコースで結ばれており、駅の営業時間中は通り抜けが可能である。なお、高架化後も駅ビル等の工事中は、府内中央口側は仮設通路を介しての通行となっていた。改札口はコンコースの中央付近の西側に設けられている。 自動改札機が設置されており、2012年12月1日から守護下にも対応している。JR 九州直営で、マルス端末機が設置されている。自動券売機、緑の窓口、JR 九州旅行を置いた支店は、改札口の並びに移転した。なお、高架化前の旧北口改札口は馬蹄型で、この形のものとしては、国内で、 初めて導入されたものであった。改札内には IC カードチャージコーナー、トイレなどがある。IC カードチャージコーナーは乗り越し生産機ではなくチャージ機のみである。併設して公衆電話が設置されている。キオスクは平成31年3月31日をもって閉店した。高架下などには2012年3月17日に コープ大分を各店舗とし、41店舗が入居する。文後には先市場がオープンした。2012年3月17日の完全降下化の時、改札口の隣に駅のカフェが営業されていたが、2014年の9月末に営業を終了した。同じ場所に、同年11月にシアトルズベストコーヒーがオープンした。また、2019年9月にリニューアルされ、 シナボンも併設された。コンコースでは、休日等にミニトレイン、ブンブン号が運行される。府内中央口には1958年に建設された鉄筋コンクリート構造3階建ての駅ビルがあったが、2012年3月17日の完全降下かをもって、使用を終了し、解体された。旧駅舎及び地上ホーム跡地には、 2015年4月16日に新駅ビルが開業した。また、2015年3月21日には、約1万6000平方メートルの府内、中央口前の駅前広場を全面的に共用を開始した。駅前広場には、大屋根のあるイベントスペースが設置されている。アミュプラザ・大分のシティ・オク・城広場新駅ビルは2013年4月30日に着工し、 2015年4月16日に開業した。2014年9月30日に、施設全体の名称を JR 大分、シティに、新駅ビルの1から4階部分と分後には先市場、及び大分駅南立体駐車場にある商業施設は合わせて、アミュプラザ大分にすると発表した。新駅ビルは、敷地面積、約2万平方メートル。 延べ床面積約10万7千平方メートル、店舗面積約3万1 0平方メートルで、鉄骨鉄筋コンクリート構造地上を8階、地下1階の低層部と東側の地上21階のタワー部とからなる。温泉施設向けの機械室の面積削減や、駐車場の設計変更により、当初計画の地上23階建て、延べ床面積約12万平方メートルから、 全体の規模が若干小さくなったが店舗面積には変更はない。このうち1から4階は商業エリアで、1から2階には医療品や雑貨等の店舗、3階には東急ハンズ、フードコート、4階にはレストラン街、東方シネマズが入居した。タワー部は8から18階がホテル、JR 九州ホテルブラッサム大分、19から21階が 天然の温泉施設、シティスパ天空が設置されている。また、開業時には、低層部の屋上階である8階には、屋上庭園、シティ屋上広場が開設され、2015年4月10日に、鉄道神社を移す神事が行われた。正式名称は、周辺の区画整理事業で決定された、北口駅前広場と南口駅前広場である。 駅の出入り口の名称と異なっていて分かりがたいとの要望が市民からあったことから大分市が通称名を定め2015年5月18日に北口を府内中央口広場南口を上野の森口広場とすると発表した北口駅前広場は大友ト林やフランシスコザビエルの像などが置かれ面積は約1万6000平方メートルである 南口駅前広場は、朝倉文雄作の銅像や噴水などがあり、面積は、約7900平方メートルである。高架ホーム6から8番乗り場番号は、駅府内中央口側から順に割り当てられている。特急列車を優先しており、方面によって、乗り場が概ね分けられているが、乗車する際は、駅の案内板や放送に注意が必要である。 各ホームにはエレベーター及びエスカレーターが設置されている。ホームは全部で1から8番乗り場まであるが、宝飛本線とひさし台本線は電化されていないため、7、8番乗り場の線路には、河川が張られていない。本線は、下りは2番乗り場、上りは3番乗り場である。回送列車や貨物列車等の通過はダイヤに、差し障りのなければ両、乗り場を通過するが、 ダイヤに影響のある場合は1、4番乗り場を通過する、自動放送導入駅である。編成量数や特急の座席の種類や合車停車駅、乗り場に停車中の列車などの案内、列車接近時の放送、乗り換え放送、発車放送などを備えている。しかし、留置線からホームに入線する列車に対しては、自動放送は流れず、 入線ベルのみが流れる。また当駅は4方向に分岐しており、各方面の案内放送には詳しく方面のフレーズが付け加えられる。日方本線上りは、別府方面、下りは、鶴崎方面、久し台本線は、南大分方面、宝比本線は、四戸方面、特急ソニック号、日輪シガ谷号など、日方本線を通り小倉を経由して、 博多へ行く列車には、日豊本線経由、特急湯布院の森号、融号では、久し大本線を通り、久留米を経由して、博多へ行く、旧大本線経由というフレーズが用意されている。また、小倉駅や湯布院駅、宮崎駅など、どの方面かがわかる行き先や方面フレーズに、使われている駅が行き先に設定されているときは、方面フレーズはない。 また当時は特急遊ぼう以後、九州横断特急等での熊本駅には、法比本線経由というフレーズが用意されていたが、使用されなくなった。列車案内アナウンス開始時にもメロディが鳴る。また、2015年5月1日より、高谷実が作曲、演奏した接近、発車メロディが導入されている。また、1から6番乗り場の各ホームには、 IC カードチャージ機と IC カード専用自由席特急券売機が7から8番乗り場の各ホームには IC カードチャージ機のみが設置されている。以下は2019年3月16日現在のものである。なお、上記の乗り場は通常時の発車についてのものであり、運転見合わせ等のダイヤの乱れや多脚機に運行される臨時列車などはこの限りではない。 高架化前は、貨物列車の通過線、機関車の入れ替え用側線等の設備が整っていた。かつて府内中央口の東側にあった貨物ホームは、廃止され、跡地には、貸し切りバス駐車場、路線バス待機場、駐車場、タクシー待機場、高速バス乗り場が設けられて2015年4月1日より、供用開始された。南東部には、 旧宝肥久市大鉄道事業部宝肥久市大運輸センターがあったが、この車両基地は、大分駅高架化に伴い、牧駅近くの大分鉄道事業部大分、車両センターの隣接地に移転し統合され、移転先には、高架橋も作られた。また、整備場は高架化に伴い解体された。旧大分運転所には、キハ07型機動車や EF、 30系電気機関車が保管されていたが、ギハ0741は2003年に整備されて、九州鉄道記念館に移設され、EF303 は解体されて前頭部のみ、九州鉄道記念館に設置された。2011年3月11日までは、夜中に、博多駅、小倉駅と延岡、宮崎方面を結ぶ特急が長時間停車していた。かつては、 大正時代創業の梅の家が駅弁を販売していたが、2007年11月に駅弁事業から撤退した。同社は、ホームの立ち食いそば、うどん店とコンコース内の食堂も運営していたが2012年3月の高架化に伴う校内の改装に伴い閉店した。梅の家が駅弁から撤退した後にビオティックジャパンが、 文豪牛飯、豊かなシャモ弁当を販売していたが2010年代に撤退した。その後も地元業者により、様々な弁当の販売は続いており、駅弁大会への出品なども行われているが、ビオティックジャパンの撤退後は、大型時刻表上で、駅弁マークは記載されていない。以下、各種メディアで、大分駅弁として取り上げられた商品を記載する。 2019年度の1日平均乗車人員は18,660人で、ある。日方本線を所属線とする駅、及び、大分県内にある駅の中では最多。また JR 九州の駅としては、博多駅、小倉駅、鹿児島中央駅に次いで、第4位である。大分駅府内中央口府内中央口周辺は、大分市街地の中心部で、 百貨店等の商業施設や大分県等の行政機関が立ち並び商店街が縦横に伸びて人通りも多いその一方で上野の森口周辺には静かな雰囲気の街並みが広がっている駅の南北で様相が大きく異なるのは3本の鉄道路線により市街の南北が完全に分断されていたためであるが駅の高架化と 並行して、上野の森口周辺の再開発も行われている。観光庁、公共施設名所、公園等教育機関電気、通信業等、金融機関商業施設ホテル交通南口上野の森口広場公共施設公園教育機関、金融機関商業施設ホテル交通府内、中央口側には、大井大樹を経由するすべてのバス路線の乗り場がある。 大分キャンバスのみは、府内中央口側に加えて、上野の森口も経由する。高架構えの府内中央口側には、駅前広場東側にだいぶ交通、駅前、広場西側の大分駅前商店街沿いよび、広場街の国道10号沿いの2カ所に大分バスの乗り場があった。大分バスの路線は、 中央通りを進んだ先の大分バス本社前、停留所のみに停車して、大分駅前を経由しないものや、駅前広場街の乗り場のみに停車するものが多かった。駅前広場のロータリーの整備に伴い、2014年3月3日に、大分駅前のバス乗り場が変更され、広場の東山や広場街に分かれていた乗り場が、ロータリー西側に集約された。さらに、 同年4月1日からは、大分バスの駅前を経由していなかった路線も、新たにロータリーへの乗り入れを開始し、大分市街地を起点とするほとんどの路線に、ロータリーから乗車できるようになった。県外への高速、特急バスはロータリーには乗り入れず、大分時は前にある、待合室や切符売り場を備えた、大分停留所が長年にわたり、 大分駅もよりの高速バス停留所として機能しているが、2015年4月1日に駅ビル東側の貸切バス駐車場が供用開始された際、同所に金目町停留所が新設され、一部の県外高速、特急バスが停車するようになった。だいぶ交通等大分バスが主体である。2014年3月15日までは、 別府市を中心に路線を展開するカメノイバスのアフリカンサファリ線も発着していたが、翌16日のダイヤ改正によって別府駅西口止まりとなり、同社の大分駅前を経由する一般路線はなくなった。大分駅周辺の高速バス乗り場は中央通り沿いに約300メートル北の時は大分店前にある大分停留所と駅ビル東側の 金目町停留所の2カ所がある。上記の内ソリン号、湯の国号、サンライト号は、大分には停車するが金目町には停車しない。豊の国号、山彦号は、大分と金目町の双方に停車する。ありがとうございます。